安間の双眼鏡好きのサラマニでございます。今回は双眼鏡のこと番外編ということで、ね、番外編立て続けになると思うんですけど、開封動画というのをねやってみようと思います。以前ね、フジノン KF6x21H の時にね、開封動画撮ろうと思ったけど撮れてなかったという失敗がありまして、で他にもね1台ね開封動画を撮ろうと思ったやつがあったんですよ。それまた後で別の機会に話しますけど、それはね製品がね初期不良で撮ったもののボツになったのもありますということで、初めてのね開封動画となります。で物はねタイトルにもう出ちゃってると思うんですけどね、よいしょと、ね、松月感性の双眼鏡です、ね、じゃあ開けましょう。ぶっつけ本番だからね、開封済み動画って難しいですね。これで撮れてなかったらどうしましょうかね。よいしょ、よ、カメラの前だと緊張してなんかうまくよいしょと、ということで、こちら保証書ですね。よいしょ、それでは開けましょう。ね、松月感性の双眼鏡は私初めて買うんですよね。ブランドとしてですね、持ってるの全部プリージングなんですよね。双眼鏡も単眼鏡もね。はい、よいしょ。いきます。ストラップと、これが製品用のストラップ、ネオプレンのやつですよね。で、よいしょ、はい、でね、安物好きなのでまあ安物しか買えない、安いと高い双眼鏡買えないもんですからね。で今回はよいしょ、ヤフオクに出ていましたB 級品の方を購入させていただきました、ね、よいしょと、こんな袋に入ってるんですね。出しにくい出ました。あ、機種の方なんですが、どこに書いてたかな、松月感性の、プリンスの、7x32 の、UF ですね、そうですね、ウルトラフラップのやつです。よいしょ。松月感性プリンス UF7x32WP が正しい。ね、製品名になります。まだ出したばっかりなので覗いた感じとかは分かりません。それはちゃんとね機種の紹介動画として他に撮ろうと思います。よいしょと、おほ、まあ後で暗号そのうちね動画作りますので、まあこんな感じですよということでね、今回ね、タンスライドは割としっかりな感じですね、うん、まあまあ滑らかで、ピントリングが重い重いっていう話ありましたけど、そこまで重いとは思わないですかね、私はね、うん、
事前に聞いてた話よりは動かしやすいなと思います。ただ距離が長いので、ここがね、ここが長いので、それ人によってはちょっと動かしづらいと感じるかもしれないですね、うん、私ももうちょっとね、ここ距離近い方が動かしやすいかなと思います、うん、でもいい感じですよね、うん、はい、ね、私今までね、望月さんのところでいくつかは買わせていただいたんですが、で多くはねお金ないので B 級品だったんですけどね。ただどれもね、ブリージングブランドだったので、で1台ぐらいね、このね、衝撃感性のね、名前が入っている双眼鏡がね、前から欲しいなと思ってたわけです。うん、ただちょっとお高いでしょブリージングの方もね、6.5倍のね、32mm のやつとかで2万円今超え売りてますよね。ということでちょっとね、ね、安い双眼鏡しか買えない身としてはちょっと手が出づらい感じだったもんですからね。で先日なんかこのね、このプリンスの32mm のやつですよね、 6.5 倍の方でしたっけちょっと見てみましょうね、ホームページでチェックしましょう。ね、衝撃感性プリンスの 6.5x32 の WP、ED レンズじゃないやつね、が発売になりまして、でこれがね、お値段がよいしょ、現時点だと 15,800円ね、1万円台半ばぐらいのお値段で出ていたもので、あ、これならね、私のね、予算レベルでもまあなんとかなるかなと思って検討してたんですよね。そしたらヤフオクの方を見たら、うん、それね、ウルトラフラット、このシリーズでは高いやつの方がね、2万円ぐらいまでで落札できたらそれでもいいかなみたいに思って、うん、ちょっと入札してみた次第です。で、なんとか今回ね、手に入ったということで。うん。ということで、ね、B 級品しか買えないんですけど、申し訳ないですけど、うん、購入させていただきました。はい。ということで、今回の動画は、よいしょ。でね、あと、実は前にね、これ持ってたんですよね。これもね、ヤフオクで出てた B 級品の扱いだったんですけど、よいしょっと。ね、マルショーの。ハードケースね。セミハードなのかな、ハードなのかな。これもあったのでね、よいしょっと。こっちか。ちょっとこれを。これは開かない、こう、全開はしないタイプなんですね。こうね、止まっててね。で、これがこう入って、でこう入って、うん、いい感じで収まると、うん、こういう感じです ね。今までこれ入れる双眼鏡はあんまなかったので、これからは有効活用できるようになると思いますね。これも B 級品で買いましたセミハードケースっていうね、日本のメーカーはあんまりね、力入れてないですよね。で、プリージングの方も、ごく初期の頃は、ソフトケースじゃなくて、セミハードの、こういう、ね、四角形ですけど、ダハヨのね、うん、ケースで販売されていたんですけど、あれはなんか評判が確かあんま良くなくて、ソフトケースに、切り替わっちゃったのかな、うん、個人的にはね、こういうね、ハードケースの方があるといいなと思うんですけどね、結局、ね、普段持ち歩くとか、あと原付で出かけるときなんかは、カメラ用のね、バッグの中に入れちゃうので、で、こういうのがあると、車でね、運搬するときなんかにはちょうどいいなと前から思ったんですよ。ということで、
これだけ先にね買ってましてね今回これと合わせて使えるようになりました、はい、ということで開封動画終わりにしたいと思います。であとねたまたまなんですけど、これが届いた日と同じ日によいしょこれが届きまして、ちょっと どかしますね。大したものは買ってないんですけどね大したものは買ってないんですけど、ね、セールで安かったんですよよいしょ、納品証が出てくるとまずいから、一番これがなんかこれが最初目的だったんですよね。このね包むのやつのね、あの牛柄のやつね、これがね欲しかったんですよ。でこれを買うためにいろいろ買ったんですけど、でねこれです、 B 級品でよいしょっと、毎度おなじみウルトラビューのウルトラビューのね、はい、10倍21ミリねのやつがすごく安くなっていたので買ってしまいましたね。メイドインジャパンです、素晴らしいね。コーティングどうかな、あ結構いい感じですね、うん、コーティング綺麗です、はい、ということでおまけでした、はい、それでは今回は、この辺で終わりにしたいと思います。ごきげんよう。